手、秋吉選手、そして三輪選手。何か忘れてませんか？はい、手前から。女性感を彼らなりに精一杯出しているようですけれども、はい、それでは、ね、名前がついてるんでね、ではまずフィーディングカップル一番大事な自己紹介からお願いいたします。まず男性チームから参りましょう。マイクをお願いします。自己紹介をではお願いします。坂口です。今日はどんな人を見つけに来ましたか？そうですね、まあ、やっぱりまだ独身なんで最高のパートナーを見つけたいと思います。続いてお隣の方お願いします。はい、畠山です。今日は昼顔妻になってくれる人を探してきました。今再放送中ですよね、はい、続いてどうぞ。はい、僕と国際結婚してくれる人を探しに来ました。よろしくお願いします。ひげ面2人並んでおりますけども、さあ続いてどうぞ。現役生活を支えてくれる奥さんを探しに来ました。お願いします。そして、今日はひげ濃いめの人を探してきました。よろしくお願いします。男性側に2人いますけどもね。さあそれでは続いて女性チーム自己紹介をお願いいたします。しんこです。お金いっぱい持ってそうな人を探しに来ました。たかこです。いつでもハンコ押す準備できてます。続いてお願いします。片桐はえみです。一緒にドラマ出てくれる人募集中です。続いてひげの生えた女性の方、そちらの方どうぞ。はい、名前はナスコです。ひげ OK の人を探したいと思います。はい、そして三輪です。ストレートですね。普通じゃないですか、一人だけ。今日はありのままの自分を出してきました。太った人がタイプです。太った人がタイプだそうです。ではお互い5人の方をよく知っていただくために質問コーナーと参ります。何か質問のある方いらっしゃいますか？挙手をお願いします。男性から女性、女性から女性、どちらでもいいですよ。しんこさん。じゃあ、女性の、好きなタイプを、教えてほしいです。女性の好きなタイプを、では坂口さんからお願いします。そうですね、あんまり喋らなくて実家がお金持ちの人がいいですかね。喋らない実家がお金持ちの人、最低ですね。畠山さんいかがでしょうか？黒髪の人が好きです。予感がしますよ、これ太った人がいいって言ってましたもん、さっき。早くも両方への匂いがしますね。キュウコさん。僕は、日本語が上手な人がいいです。日本語が上手な、あくまで国際結婚に今こだわった感じをね、キュウコさん出してますよ、理解してあげてください。さあ、好きなタイプはお母さん。あまりガツガツしてなくて控えめな女性がいいです。それは本当の好きなタイプですね。本当の好きなタイプ。そうですね、はい。さあ、風張さん、好きなタイプは。ひげが濃いめの人が好きです。さっきも言ってたじゃないですか、ひげにこだわってました。ひげ OK の人を探してるっていうナスコさんいらっしゃいますよね。そうですね、はい。さあ、男性陣から女性陣に質問はありませんか？あ、じゃあ、つば九郎から女性チームに質問をしてもらいましょう。ちょっと準備してなかったかな、ペン出してあげて。
はい、では何か質問がありますか。はい、じゃあつば九郎から女性陣に対する質問です。浮気は何回までしてもいいですか。しんこさん。いやもう戻ってきてくれなら何回でも OK です。白いですね。バッティングと同じように懐深いですよ、しんこさんは。たかこさんは。バレずにやってください。バレずにやっていただければ結構というさ。片桐はいりさん。携帯は見ますよ。さあそのひげの方。名前ナスコさん。ナスコでした、はい、名前覚えてください。ナスコさん、そうですね、まあ、フライデーに乗らなければ、はい、いいフライデーに乗らなければいいと、はい、文春なら OK ということで、はい、さあ美和さん、はい、撮ってる方は1回は浮気をすると聞いたので、1回までは1回までは。さあそしてつばみちゃん、なんかお願いがあるそうですよね。男性陣の皆さんにもしつばみと結婚するとしてのプロポーズの言葉を言ってほしいと。ちょっと前に行ってやってもらいましょうかね。じゃあ近い方の風張さんからプロポーズの相手だと思って、はい、ちょっとプロポーズをしてみてください。女性陣キュッとくるようなコメントお願いします。ずっと思っていました。あなたが好きです。毎日ケツ黒いさせてください。ありがとうございます。じゃあ続いて小川さん、プロポーズお願いします。出会った時から決めてました。一生大切にします。よろしくお願いします。小川さん普通じゃないですか。さっきからずっと、すいません。まあ、いいですよね。本当にしてるみたいです。誠実さが溢れ出してますね。さあ、国際結婚にこだわってきたキューコさんのプロポーズです。私は、あなたと、出会った時からすごく、好きでした。ちょっと日本語が苦手なので I love you。 日本語上手でしたね、キュウコさん。さあ、続いて畠山さん、お願いいたします。まだですよ、まだその時間じゃありませんよ。つばみちゃんにしてください。毎日僕の毛づくろいしてください。毛づくろいできました。はい。さあそして実は皆さん、つばみちゃん知ってると思うんですけど、一番チームの中で好きなのが坂口選手だそうです。だからこれガチでつばみちゃん照れちゃうかもしれないけども、では坂口さんお願いします。つば九郎子ちゃん。名前違いますよ。つばみちゃんです。僕は大の人間の女性好きでした。でもつば九郎子のおかげで鳥も好きになれました。つば九郎子が望むなら僕はツバメにでもスズメにでもなります。つば九郎子が望むなら鳥かごも買います。一生僕のそばにいてください。つばみちゃん、いやーすごい決意をね語ってくださいましたね。つばみちゃんどうでした。坂口さんが望むならつば九郎子にもなると話していました。よかったですね。
さあ、それではここでお時間となりました。それぞれ好みの方が見つかったでしょうか。これからフリップに本命の名前を書いてください。で、この本命の名前が合えば見事カップル誕生となります。片思いの場合は多少の罰ゲームをご用意しておりますので、皆さんご了解ください。はい、そうです。どれくらい誕生しますかね、カップル。そうです、もうね、一組誕生の予感はしてますけどもね。一組は確実な予感がしますが、つば九郎何組ぐらいカップル誕生、2組いきますか。2組いきますか。2組ですか。さあ、大体皆さん書き終わりましたね。はい、これ僕ちょっと説明しますね。これから、そうですね、畠山さんと美和さんは決定、畠美和も決定って書いてありますけど、例えば畠さんがここに美和さんと書いていたとしたら、このゴムを畠さん持っていただいて顔の近くで、で美和さんがこの反対側のゴムを持って、でもしもカップル成立の場合はこのまま行って抱き合ってください。もしもそこに畠さんの名前が書いてないときは、その手を離して顔にバチッと当たる。カップル誕生になるか、それともゴムパッチンの痛い思いをするか、はい、いうことでございます。さあ、誰からいきましょうか、ね、ファンの皆さんに聞いてみますか。ファンの皆さん、ファンの皆さん、最初にどの選手を選んだか、どの選手の答えが聞きたいですか。畠山選手これ順番最後がいいですかね。これはね、取っておいてみましょうか。あのね、大人の需要で畠さんは最後がいいんですよ。どうしましょうか。風張さんだそうです。さあ、それでは風張さん、あ、持ってるんですね、皆さんね。はい、では風張さん、誰のことを気に入りましたか。シリーズもした時から決めていました、ナスコさん。ナスコさん、シリーズもがきっかけだったそうです。そうですね、はい、それではゴムを、はい、あのヒゲの女性の方に渡してください。ちょっと離れてくださいね、はい、強いですよ。危ないので、あの水中メガネをするそうです。さあ、一発目どうなんでしょうか。それではナスコさん、答えをお願いします。全然ゴム当たらないじゃないですか。全然ゴム当たらなかったです。もう一回やるみたい。もう一回やっときますかね、はいはいはい、いいですよ。これ、あのスワローズ TV で放送されるときにはうまく編集して流しますんでね、はい、もう一回いきましょう。ナスコさんの答えは休校。残念ということで、いいと思います、はいはい、さあ、それではそのキュウコさんと書いたナスコさん、ゴムを持ってキュウコさんのもとへ、はい、そうです、そうです。ありますか、ゴム。さあ、挟んで、でキュウコさんのもとへ。さあ、それでは参りましょう。キュウコさん、端を持っていただいて、違います、違います、キュウコさんが手を離す方です。離すっていうかね、もしよければいいです。さあ、随分遠くまで行きますね。左右の方も気をつけてください。それではキュウコさんの気に入ったお相手はどなたでしょうか。片桐ハイリさんでした。残念、ザーッと決まりました。
残念でした。痛そうでしたね。カップル不成立となりました。さあでは9子さん、片桐ハイリさんに向けてゴムを伸ばしてください。さあどうでしょうかね、片桐ハイリさんという名前が非常にしっくりくる。さあそれでは参りましょう。カメラポジションもよろしいですね。じゃあハイリさん、なんでそれ完全準備してるんですか。行きましょうかね。では片桐ハイリさん、答えをどうぞ。ライアン。外人みたいなリアクションになりました。はい、さあそれでは時間がありませんので男性陣一斉にオープンしてください。男性陣オープン。ナスコ、ハイリ、ハイリ、ミワ、ミワ、あ、畠山さんと坂口さんがミワさんの取り合いでございますね。さあそして、今答えが分かってしまいましたが、小川さん、片桐ハイリさんが好きで、片桐ハイリさんの答えを見せてください。ダイアンとあります。カップル成立。ステージの真ん中に出ていただいて、お姫様抱っこ、男女どっちかはもう問いません。お姫様抱っこをしてにっこり幸せな笑顔を見せてください。はい、ですね。普段からやっぱり女房役として ね、ハイリさんはいつも頑張ってきましたから、見事ライアンと片桐ハイリさんカップル成立、おめでとうございます。さあそれではもう、風張さんと9子さん終わっていますので、あとは畠山さんと坂口さん2人ともにゴムを口にくわえて、そのもう一個の端を美和さんに送ってください。ですから美和さんがどちらかの元に抱きつくのか、どちらかを離すのか。違いますよ、ルールが。さあちなみに美和さん、どちらか選んでますか。どちらかを選んでいるそうです。待ってください、待ってください。フライングですね今のは。では美和さんが手を離した方とはカップル不成立で、このゴムが残った方がカップル成立となります。それでは参りましょう。美和さんが選んだのは果たして、ちょっと癖になりそうな感じもしますが、坂口さん、この5対5のビールカップやってみていかがでした。目の前にしたらめちゃめちゃきついですね。近くで見たらね、はい、きつい。皆さん遠くから見てるからね。しんこさんどうでした。二度とやったし。すごく似合ってましたよ。二人のオープンにしますか。高子さん、ちなみに九子くん、しんこさんは、ライアンという結果でございましたが、カップルは見事2組成立となりました。以上、スワローズステージによるフィーリングカップル5対5でした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。
では続いてのコーナーに行く前にファンの皆さんこちらをご覧ください。スーパーカラービジョンにご注目ください。